ストラトニケは、マケドニア王デメトリオス一世とアンティパトロス一世の、娘フィラの娘である。紀元前300年、彼女がまだ17歳に満たなかった頃、彼女は妻アパメイを亡くした、シリアの王セレウコス一世から求婚され、マケドニアで盛大に結婚式が行われた。当時、ディアドコイ戦争を戦っていた、デメトリオス一世とセレウコス一世は、同盟を結んだばかりであり、 この結婚は、両者の関係を強固にする目的があった。二人の年齢差は大きかったが、彼女は、数年間、老齢の王と平和に暮らし、娘フィラを設けた。しかし、セレウコス一世は、息子のアンティオコス一世が義母である彼女を深く愛し、そのために心を闇床に伏していることを知ると、息子の命を救うために、紀元前294年、この二人を結婚させることとし、 同時に息子を東方の王に封じた。ストラトニケは新たに夫となったアンティオコス一世との間に以下の5人の子供を設けた。カリアの町ストラトニケアは彼女の名前にちなんでアンティオコス一世によって名付けられた。ありがとうございます。